こんにちは、野中まりえです。まりえトレーニングラブリリース編、今日のターゲットはまっすぐな足を作るのに重要な膝下です。ふくらはぎがやたらパンパンだったり、O 脚や X 脚、前もも横ももがパンパン、そんな方におすすめです。すねとふくらはぎに分けてテニスボールでリリースしていきましょう。正座になったらテニスボールをすねで踏んづけていきます。ボールを当てる場所は膝のお皿のすぐ下、すねの骨の外側です。触ると気持ちのいい筋肉があります。ここにテニスボールを4分割から6分割くらいに分けて当てていきたいと思います。最後は足首までいきましょう。では始めていきます。ボールを当てたら体重を乗せます。はじめはちょうどいい場所が見つからないかもしれませんが、探り探りやってみてください。5秒ぐらい呼吸をしたら、少しずつボールを転がして前に進んでいきます。姿勢が悪くならないようにできるだけお腹をへこまし、背骨は自然にまっすぐの状態を作っておきます。また正座になっている足が内股になったり外に開いたりしないように、ご自身で見た時にまっすぐの足を作っておきましょう。呼吸をしながら痛気持ちいい場所を探して刺激していきます。歩くときにもたくさん使うので固まりやすいです。しっかりほぐしましょう。最後は足首です。足首が終わったら、テニスボールを当てている方と反対の足を後ろに少し引いてから、コロコロコロっとボールをすねで転がしていきます。今刺激した場所を戻っていきましょう。スタート地点に来たら完了です。では次はふくらはぎやっていきます。少し痛いですよ。テニスボールをふくらはぎと太ももで挟んで正座をしていきます。この時ボールが当たる場所、スタート地点は膝のすぐ裏側です。そこからふくらはぎの中心を通ってアキレス腱の手前、だいたいこの辺りまで刺激をしていきます。3分割から4分割ぐらいで行っていきましょう。注意点はつま先の向きです。つま先が重ならないよう足の裏は平行の状態で行いましょう。あまりにも痛すぎたら手を床について体重を手に逃がしてあげてください。無理はせず心地よいところで行っていきましょう。またお肉がブリッと横に回転してしまうとボールが外に飛んでいってしまうので、ボールが逃げないようにご自身で太ももを押さえるようにしてボールをキャッチしていきます。実際にやってみるとその感覚がわかると思います。ブリンブリンと左右に逃げようとするテニスボールを逃がさないように、ご自身の足のお肉をコントロールしてみてください。いけそうであれば綺麗な正座の状態で前を向いて呼吸をしていきます。アキレス腱は刺激してしまうと危ないので、足首の方まではやらないように注意をしてください。ふくらはぎの真ん中はこれで終わりにしたいと思います。次は
くらはぎの左右を狙っていきたいと思います。今度はふくらはぎの外側と内側をやっていきたいと思います。足を伸ばした状態で座ったら、ふくらはぎでテニスボールを踏んづけます。反対の足を折り曲げて、体を前後に動かしていきましょう。これも意外と痛いです。ぜひぜひやってみてください。この時夢中になりすぎて足首が変な方向に曲がったり、つま先にギュッと力が入ってしまうと良くないので、自然にまっすぐに伸びている足を意識しながら行っていきます。コロコロの場合は体重があまりかからないので、足首の方まで少し行っても大丈夫です。無理はせずに気持ちのいいところで転がしていきましょう。意外と固まっているのが膝のすぐ裏側のあたりです。探り探りやってみてください。それでは反対の足いきたいと思います。先ほどと同じように正座になったら、テニスボールをすねで踏んづけていきます。この場所はセルフマッサージでも行うことができます。ただセルフマッサージをずっと行っていると手が疲れてしまうので、テニスボールを使った方が楽にリリースをすることができます。テニスボールの程よい柔らかさが無理なく筋肉の中に入り込んでくるので、上手にリリースをすることができますよ。ちなみにテニスボールは消耗品なので、このように潰して使っていくとすぐに柔らかくなってしまいます。柔らかくなったらもったいないと思わずに次の新しいテニスボールを使ってください。でも逆に筋肉が固まりすぎて新しいテニスボールだと痛すぎるという方は、使い古した柔らかめのテニスボールを使うのもありです。リリースのポイントは、体の他の場所に無駄な力が入らないようにすること。特に肩、力入りやすいので、呼吸をしてリラックスしながら行ってみてくださいね。ではふくらはぎいきましょう。正座になった時のつま先の向き、意識をしながら行っていきます。テニスボールが逃げないように太もものお肉をコントロールしてキャッチ。痛すぎる場合は前に手をついて、体重を逃がしながら無理なく行っていきます。ではテニスボールを動かしていきましょう。ほぐれてくるとだんだん正座がしやすくなっていきますので、ご自身の体を観察して正座ができるようになったら、ご自身のことを褒めてあげてください。ふくらはぎが固まっている方、腰痛になりやすい方多く見られます。しっかりとふくらはぎをほぐして、つながっている腰までの筋肉全部リリースしていきましょう。太ももやお尻、腰のリリースも後日アップするので、楽しみに待っていてください。さあゆったり呼吸をしながら最後の1回です。ボールが逃げないように、慣れてきましたか？さあ、OK です。
くらはぎのサイドをやっていきましょう。つま先の向き気をつけてください。外向いたり内向いたり、これはご自身の癖が出やすいので、足の付け根から膝、足の人差し指が自然にまっすぐになるように意識をして行います。今失敗しましたが気にしないでください。固まっているとテニスボールが逃げやすいので、根気強くほぐしていきましょう。またフローリングの上でやるよりはヨガマットだったり少し厚めの絨毯の上で行うとやりやすいと思います。この動きに関してはベッドの上だと少しベッドが柔らかすぎてあまりふくらはぎに入ってこない可能性もあるので、絨毯ぐらいがおすすめです。痛い場所探しながら刺激します。膝の付近はとっても痛いです。ご自身で場所を探しながら行ってみてください。おまけ情報ですが、リリースの感覚がよくわからないという方は、片方の足だけしっかりリリースをした後、立ち上がって歩いてみると左右の足の違いに気づきやすいです。もしよかったらやってみてください。ちなみに足の裏をやってからふくらはぎ、すねを行うと効果抜群です。足裏からすね、ふくらはぎしっかりリリースをして、まっすぐの足手に入れていきましょう。お疲れ様でした。